皆さんおはようございます。今日は、ミニストップのね、はい、焼きカレーパンです。ミニストップね、何しようかなと思ってね、ほら、当店で炊き揚げみたいなおにぎりがあってですね、うん、でおにぎりあのなんだっけ、卵と、ね、焼き卵と明太子つんがあってね、めっちゃうまそうやったんやけど、もうやっぱり焼きカレーね、焼きカレーパン見つけたらこれですよ、うん、はい、それではどんだけ焼きカレーパンなんや、うん、でカフェオレです。ホットね、ミニストップのね、はいね、いただきます。うん、うん、うまいっす、うまいっす、うん、じゃあこれいただきます。はい、でもね、なんかシンプルですね、シンプルですね。特にこれがなんかこだわりがどうのこうのって書いてませんねよくね、コクがどうのこうのってね、ありますけどね、はい、いいですね、こういうのもね、うん、いただきます、いただきます。ね、はい、はい、これ柔らかい、はい、うん、うん、まだですまだです、うん、柔らかい、うん、あのパサッと系じゃなくて、うん、程よいしっかりと、あ、カレー出てきた、カレー出てきたんですけど、まだこうね、カレー味っていうほどまだ、うん、こっちかな、こっちにあるのかな、うん、うん、美味しい、生地ほんのり甘いかな、うん、あんま見えんけどな、なんか端っこ入っとんかな、うん、うん、あ、美味しいね、うん、カレーうまい、うん、ここら辺入ってるのかな、うん、こういっぱい入ってるわ、うん、美味しい、うん、うん、カレーパンいけます、うん、うん、いいね、このあの焼きカレーパンってだけでも嬉しいんだけど、このね、しっとりしてるね、うん、とっても食べやすいです。うん、うん、うん。今日のね、焼きカレーパン最高っすね。うん、というわけで、あのミニストップでね、どういう感じで展開してるのかわかんないですけど、まあね、ミニストップのね、この焼きカレーパンね、生地もしっとりしてて、中のねカレーとても美味しいです。はい、ここね、うん、おすすめです。おすすめです。では、見てくれてありがとうございました。うん。